ラガージズは山形カシオ株式会社が2013年から販売しているダイブトランシーバーである。水中で会話ができる携帯型機器としては世界初として発売された製品である。ラガージズ全面画像、ラガージズ横面画像。2009年に鈴木隆が当時10歳の娘と共に初めてダイビングをした際に 水中で会話ができないということに衝撃を受けたことがきっかけとなり、水中トランシーバーの開発に乗り出した。様々な試作、実験、失敗を重ねた結果、2013年1月にマリンシステム事業で販売を開始する。当時、ダイビングというのはハンドシグナルと筆談で水中でのコミュニケーションをとっており、ダイバーはそれに特段の不足や不満を感じていることはなかった。 ダイビング業界にはおよそ四半世紀もの間、新たな機材は開発されていない背景と相まり、はじめ水中トランシーバーの商品価値を伝えることは容易ではなかった。山形カシオでは展示会に出展したり、モニター会を開催するなどして、積極的にラガージズの周知に努めた。その結果、徐々にラガージズが広まり、アンテナの高いダイバーを中心として人気が高まっている。 2013年12月、山形エクセレントデザイン2013、イノベーションデザイン賞受賞。2014年10月には、グッドデザイン賞。翌年1月には、ジダデザインミュージアムセレクションとインダストリアルデザイン部門で、ダブル受賞となった。古代ギリシア語で、言葉を意味する、ロゴス。英語で、海を意味する、シー、安らぎ落ち着きを意味する、イーズを合わせたことが由来。 海の中で言葉が伝わることで安心と安全を提供したいという思いから命名された。ラガージズの開発にあたり、山形カシオの地元である山形県の2つの大学が参画した。水中の音声を聞きやすい音声に変換する研究を山形大学大学院理工学研究科小坂哲夫教授と共同で行った。これらの研究内容は特許として 日本、中国、アメリカ合衆国で権利化され、ヨーロッパで出願中である。2015年のゴールデンウィークには、国立科学博物館と山形大学が主催した、山形から未来を照らすサイエンス展にて、共同研究の成果の一つとして、ラガージズの展示も行われた。ラガージズの製品、ロゴ、パッケージなど、デザイン全般について、 東北芸術工科大学プロダクトデザイン学科、上原伊佐教授が監修した。ダガージズは、水中で会話ができる、ライブトランシーバーとして、世界初として発売された製品である。通信のメカニズムは超音波である。内蔵の骨電動マイクで骨から、送信側の声の振動を拾い、それを超音波で送信。受信側でそれをキャッチして、 内蔵の骨電動スピーカーから骨を通して受信者へ伝える。他人数でも使用可能。これまでダイビングをする際には通信をすることができなかったが、ラガージズはケーブルレスで小型のため、レジャーダイビングでも気軽に使うことができる。水中にいるために必要な機能と通信に必要な機能として、耐水圧やボタンの削除、水探知などがある。 通信距離は相手との位置関係、波やうねり、透明度、障害物などの使用する環境によって通信距離、音声の明瞭度が変化するが50メートルから100メートルの通信が可能。アンテナの前面が相手と向き合った時が最大の送受信パワー、相反した時が最小の送受信パワーになるように指向性を持っている。ボタンをつけると ボタンを使用した時の隙間などで水没する可能性が高い。そのため、ボタンはなくし、タッピングで送受信を切り替える。また、水探知機能もあり、電源のオンオフは水探知によって行われる。安全性を保つためのホイッスルモード、ダイブコンピュータ警告音サポート機能、エアチェックタイマー機能などがついている。他にも機能を最大限使えるようにするための音声ガイド機能。 通話音声を録音するボイスレコーダー機能もついている。アドバンスモデル LGS RG004 多機能なアドバンスモデル。周波数3チャンネルに対応しており、ボイスレコーダー機能がついている。また、カラーバリエーションも3種類ある。値段はベーシックモデルよりも高価になる。2013年1月18日発売。ベーシックモデル LGS RG005 BA 通信に特化したシンプルなベーシックモデル。2台セットで販売されている。カラーはマットホワイトの一つしかない。機能もアドバンスモデルよりは少ない。2013年12月7日発売。小売販売はなし。レスキューモデル LGSRG004SAR 通信性能が強化されたレスキューモデル。消防の水難救助隊などで使用されている。 レシーバー LGS-RG004RX 公衆やガイドに適した受信専用モデル。一部のみのカスタマイズ機能とエアチェックタイマー機能しかない。その他に陸上機や専用フード、専用充電スタンド、専用ストラップなどが販売されている。専用充電スタンドと専用ストラップはラガージズ各種に付属されている。多くのダイビング機材と同様にラガージズは 説明書を読まずに使用するとうまく使えないことがある。しかし説明書を読み込み、陸上と水中での練習をすることで快適に使用することができる。特にラガージズを装着する位置や発声法、操作法などは練習する必要性が高い。排気の泡の逃がし方や適切な声の音量を理解していないと、 快適さが下がってしまう。練習は短時間でできる。ダイビング指導団体によるラガージズの使い方が覚えられるスペシャリティコースが用意されている。12月山形エクセレントデザイン2013イノベーション賞受賞10月グッドデザイン賞受賞株式会社 M 程度代表多語学の私の選んだ人志が似て今までなかった全く新しいダイビングスタイルが評価された。 1>, 1月時田デザインミュージアムセレクションボリューム16に、選定10月第6回、ものづくり日本対象東北経済産業局長、小受賞中米、ベリーズの盲目の15歳の少年、ローアン・クレルが2013年に、世界遺産、ベリーズ産後小保国の巨大海底穴ブルーホールで、ダイビングに挑戦するにあたり、ラガージズを使用した。協力要請が、 ジャイカ・ベリーズ師匠を通じて寄せられた。視覚障害者という立場を超えて、積極的に世の中に情報を発信し、盲導犬ロックバンドシャンテでも活躍する、熊野真一が2014年に放映された、関西テレビのスーパーニュースアンカーという番組で、ダイビングを行い、インストラクターから海の中の様子をラガージズで伝えられた。熊野真一は、視覚障害者で、 ダイビング C カードを取得した初めての日本人と番組で紹介された。進行性筋疾患という気象難病を持つ女性、中岡明が2016年にダイビングに挑戦した。講習を担当したトレーニングディレクターの大田樹男は、進行性筋疾患の人の C カードを取得は世界でも例がないのではないかと語る。中岡の症状は進行しており、2016年、当時で、 手先が動く程度。中岡のような重度の患者でも医師の診断書があり、呼吸器系に問題がなければ特殊技術を用いて海の中を楽しむことができるという。安全管理のため、ラガージズを使用したいとハッサジャパンの日本支部から協力要請が来た。サンゴ保全プロジェクトを行っているチームチュラサンゴの主な活動の一つであるサンゴの植え付けには、 多くのボランティアダイバーが参加しており、その活動にラガージズが使用されている。また、2018年に山形カシオは環境省より国際産後少年2018のオフィシャルサポーターに任命された。消防の水難救助隊で使用されている実績がある。ケーブルのついていない通信機は水中で非常に便利に使えるため、47都道府県のうち、 8割程度の都道府県で導入されているラガージズのボイスレコーダー機能により容易に水中の音声を録音できるようになった。そこに目をつけたテレビ局はタレントにラガージズをつけさせ水中のナレーションや水中の会話を映像とともに視聴者に届ける方法を開発した。これにより陸上音声の当てれ好みだった水中映像が一変。 より臨場感のあるダイビングシームを作れるようになった。現在では多くの番組で頻繁にラガージズが使われている。2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年 S 最後の景観奪還リカバリーオブアーフューチャーハット AB カシオ公式オンラインショップ 2020年8月16日閲覧。A.B. ザ・エピソード商品開発物語ファイル42ロゴシーズ。発明ザ・インベーション一般社団法人発明推進協会。A.B. ラガージズスペシャルサイトニュース。2020年8月16日閲覧。YouTube ラガージズプロモーションビデオ技術説明編。2020年8月19日閲覧。 山形大学工学部講演会小坂哲夫研究室2020年8月20日閲覧ラガージズスペシャルサイト2020年8月20日閲覧マリーンダイビングウェブトピックス2020年8月20日閲覧東北芸術工科大学ラガージズが自画デザインミュージアムセレクションボリューム16に選定2020年8月20日閲覧 ラガージズスペシャルサイト製品概要2020年8月16日閲覧ガチンコ検証水中会話装置ロゴシーズは本当にちゃんと話せるのか会議派編集長 VS 山形歌手を2020年9月3日閲覧パジニュース記事2020年8月20日閲覧ナウイインフォメーション 2020年8月20日閲覧。山形カシオスクーバダイビング指導組織 SDI が水中無線機ラガージズの講習プログラムを開始。ビサックジャパン公式サイトコース紹介。2020年8月20日閲覧。JCS 山形カシオの水中無線機ラガージズ講習プログラムを開始。山形県工業技術センター。 山形エクセレントデザイン2013受賞製品が決定しました。2020年8月20日閲覧。グッドデザインアワード。2020年8月20日閲覧。マトデュインクブログ。2020年8月20日閲覧。私の選んだ一品2014。2020年8月20日閲覧。ジダデザインミュージアムロコシーズ。2020年8月20日閲覧。 第6回ものづくり日本大賞。2020年8月20日閲覧。Facebook 山形カシオラガージズジャパン。盲目の少年の挑戦にラガージズで協力。2020年8月16日へ閲覧。Facebook 山形カシオラガージズジャパン。関西テレビスーパーニュースアンカー。2020年8月16日へ閲覧。Facebook 山形カシオラガージズジャパン。 気象難病園医型ミオパチーの女性無のために C カード取得へ挑戦。2020年8月16日へ閲覧。マイナビニュース、沖縄の美しいサンゴを守るチームチュラサンゴからサンゴの植え付けに活躍する山形カシオの水中トランシーバーロゴシーズ。2020年8月16日へ閲覧。水中で会話ができる楽しさから出展者インタビューマイナス。 2020年8月16日閲覧。ラガージズスペシャルサイトメディア情報。2020年8月17日閲覧。ありがとうございます。